はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MRZ さんからご依頼です。はい、モザイクのアジアを2つですね。で、発送待機了解です。開封後ボックスにね入れておきます。よいしょ。やっぱりこう、もうちょっといいかなと思って、他まあありますよね、いろいろね。他こう見ていくとやっぱこれですよね。わかります。はい、よいしょよいしょよいしょ。はい、じゃ行きます。で、同じようにね、いつもと同じように梱包して、はい、置いておきます。いいね。はい、ラビン、ザック・コリンズ、コネドリ君で、赤、せーの、まずはジョー・ハリスで、ホマト・ルキドね、ルーキー確率が高いですよね、なんかね、クラークです。なんだろうね。よいしょ。こうかな。キラキラがなんか見えましたね。プラムリ。ジョージヒル。あ、ここだ。モザイクシルバー。せーの。オスマンさん。はい。ね。これで300分の1でしょう。ジャイオン、この間すごいね。赤、せーの。アレック・バック。でしょ。で、デビューのニッコロさん。モザイクシルバーが出ましたので、合計13プリズムになるんですね。箱のここに12プリズムってなってるんですけどね。おまけになっちゃってますね。デリック・ホワイト。ウィンズ。ポーター・ジュニア。お、ゴールド。1枚目です。せーの。おお、バレット。デビューですけど OK ですね。ルーキー結果から見ました。ニッコロさん。はい。いいですね。バレット金。ニッコロさん。ニッコロさんが連続揃っちゃうしね。ザイオンがいいのはね、重々分かっております。はい。バートン。スマート。赤、せーの。お、ユーイング。ホールオフェームですね。お、レブロン。レブロン・ジェームス。ナンバーともいいっす。はい。バークリー。ウィンスロー。クラークソン。で、赤ですね。せーの。お、サマリッチ。はい、先にちょっとケルドン君が調子よくて来ちゃいましたけど、 PG ワシントン、サマニッチも出番があれば全然いいと思います。はい、ルーキー系のパラがこれで2枚目、キンバレットと赤サマニッチ、ドワッハ、オコギ、ロビンソン、赤せーの、オスマン、あれオスマン、さっき、あれオスマンは、あ、そっか、モザシルだ。はい、ね。デュラント。はい、マレー。サリッチ。ホリデー。赤、せーの。ああ、マレーか。ちょっとスパーズ寄り。はい、アービングですね。よいしょ。サマニッチの赤があって、マレーですね。金がまだ1枚なので、よいしょ。ジャバリ、グラハム、ファーガソン、赤、
せーの。アイザック。ジョナサン・アイザックですね。ウォータース。ルキー。いやまた金ドンチみたいな、はい、ジャイオン・モラントのねパラレルなんかでどっちかでも赤だ。せーの。あ、ウェザースプーン、スパーズよりはい、まあでもルーキーがこれで3枚、はい、光りましたね。キンバレットでサマニッチとウェザースプーン。そっか、スパーズ3人だったのドラフト。今思うと、あれケルドン、あ、ケルドンは、そっか、その前。なんか、こんがらがってきちゃった。ジョー・ハリス。ビバリ。ステイン。で、金の2枚目ですね。うん、さっきバレットでした。せーの。テリー・ロジャー。うん。すごいいい選手ですよ。ロビー。すごいいい選手なんですけどね、うん、はい、思い出はプライスレス状態ですけど、まあすごいいい選手です。それとロビー、ロビーもね、フォワードポルジンいるもんね。センターでいいセンターまで成長してくんないかな。はい、プリンス、パスカル、ヤング、ヤングも調子いいですね。赤、せーの。おうおう、これで4枚目か。はい、サブセットのですけど、クラークのデビュー、それと PJ ワシントン。 PJ もいいですね。うん、はい、ルーキー系が4枚、赤が3、金1、モーリス、グリーン、サボニス。で、赤。せーの。ビバリー。はい。あ、ベズリーですね。ビバリーも超ディフェンスすごいですからね。もうあの、しつこいぐらいのディフェンス。ゲリー・ペイトンを思い出します。レギュラーちょっとこっち見て。はい、2個目。さあ、1泊目はね、まあサブセットの方ですけど、バレットの金が出て、ルーキーの赤も3枚、合計4枚ルーキーが光りました。で、2個目ですね。まあ、ルーキー関係が光る、あの金で光る確率っていうのはだいたい3割ぐらいだと思いますので、まあルーキー系絡んでくれて、でルーキー系の赤も3枚だったら、だったら、うん、と思います。はい、じゃあいきます。ヨナス君、ジョン・コリー、あ、シルバーだ、シルバー、せーの。ああ、ヒールド、はい、バディヒールドですね。いい選手ですよね。で、赤はドラモンドで、下はカリーの USA。 うん、ヒールドはベンシモと一緒だっけ。はい、クズマ、ミドルトン、ウエストブルックで、赤、せーの。フードくん、はい、もうフードか、あ、ジャイオンはい、フードかエグザムか言おうと思ったらジャイオンが来ました。よかった、これはエルト。
大事ですね、こういうのね。ね、PSA 点ついたら200ぐらいしちゃうでしょ。マッカラ文句、おひっくり返ってる。サインっぽいっすよ。ほらひっくり返ってる。いきます。裏からなんでね。はい、見ます。せーの。おケルドン、はい、ケルドンの音きました。アカパラはあビーバーくん。おーいいっすね、かっこいい。いいっすね、スタジオフォトの写真使ってサインも枠入ってます。いいっすね。はい、サイン出ました、おめでとうございます。トロイ・ブラウンとジャイオン、ジャイオンが揃いました。ベースとね、サブセットの一応 RC マークちゃんとついてますから ね。はい、それとケルドンもちょっと入れておきましょうか。なかなか2年目の選手か、任せられるってなかなかないっすよね。ね、スパーズってそういうイメージなかったっすもん。はい、ロジャー、ローリー、リチャードソン、アカパラです。せーの。あ、ケルドン。はい、やっぱ今日スパーズっすよ。前振りありましたね、ワンボックス目ね。なんかそういう日なんですよ、多分。はい、赤ケルドン来ましたね。サマニッチ来てね、ウェザースプーン来て、でここでケルドン、ケルドンっすから。もう入れときますよね。はい、ケルドンラッシュですね。ジャイオンも来たけど、どっち、ホーニャ、アデバヤさん、赤線、セスカリ、はい、いい選手です。タコさん、よいしょ。2個目はルーキー系結構出てますね。フルーツ、カンちゃん、ロンドー、赤、セロン、ドワイト・パウエル、マブス、バークリー、まだ半分、全然あります。はい、クラウダー、ベンブリー、ターナー、赤、セロン、レディック、ルキーだ、タイジェロン、まだ金が、あ、出てないよね、出てないよね、よいしょ、あれ出てないよね、出てないね、2箱目ね。うん、サインとあれが先に来ちゃってね、後半固まってっかも。ポーティスで赤だ、せーの、イグナス、お願いします。ニックスね、ちょっと勝ったり負けたり、勝ったり負けたり、負けたり勝ったり負けたり勝ったりぐらいですけど。まあ頑張ってますね。最近ちょっといいのかな。ティム・ジュニア、ディン・ウィディ、タッカー、あ、ゴールド来た、ゴールド来ました。多分1枚目だよねこれね。せーの、あ、マッカラム、はい、彼もね、ノエル、はい、リラードの、もう長いですね、いい相棒ですね。マッカラムも1314だったんじゃないかな、確かヤニスと同じルーキーイヤーだと思います。よいしょ、ミルサップ、エイトン、赤、せーの、ノーマン・パウエル、はい、ラプターですね。タイジェロン、イグナス君がね、光ってますからね。それとケルトンの赤。ルーキーが2枚光って、サインが出て、で、ザイオンのベースとサブセット。
ロビンソン、PG、ロンゾ、赤、セノ。あ、ホロフェームの方が来ちゃいました。ラリーバードです。アイバーソン。で、ラストですね。うん。これが、キンスね。キンス。はい。これがルーキーであれば、全然いいですけどね。3割ぐらいです。箱で3割ぐらいですから。はい。せーの。グレイソン・アレン、ベテランでした。はい。でもまあ、サイン出て、ルーキーは八村くん来ました。はい。マッカラムとグレイソン・アレン。で、ルーキーとしてはいいんですけどね。まあ、こっちの方がでかかったですね。サインが出て、ジャイオン・ジャイオン。ね。ちょっとやっぱり1箱目、2箱目。ね。スパーズ寄りなところありましたね。まあでもこれかなり綺麗ですよ、このザイオン。うん。パッとさっき見たとき、だいぶ綺麗なと思いました。ね。ほら。だいぶいいですよ。センタリングもまあ悪くないんじゃないかな、思います。うん。はい。ってことで、ね、サイン出てよかったです。またポイントだったらどうしようと思いました。ね。はい。ということで、またぜひチャレンジしてください。発送待機ということでね、梱包だけしておきます。はい。封をしないで置いておきます。はい。ありがとうございました。